日本では毎年約8万人もの人が行方不明になっています。とは言っても、そのうち 70% 以上の人は失踪から1週間以内に発見されるため、実際に見つからない人というのは1万人以下です。しかし、それでも毎年数千人がどこかに消えています。そしてそんな失踪事件の中には、失踪後本人もしくは事件に関わったとされる人物から電話がかかってくるという事例も存在するのです。今回はそうした特殊な失踪事件を3件紹介します。失踪後不可解な電話がかかってきた事件1、ネパール邦人女性失踪事件。1990年4月、大阪府堺市の近畿大学に在学していた当時29歳の南野小夜子さんが、旅行先のネパールで行方不明になりました。小夜子さんはアルバイトで貯めたお金を旅費にして、行方不明になる1年前の1989年4月から一人旅に出ていました。4月5日に日本を出国して以降、世界各地を巡っており、東南アジアから中国、ソ連、中近東、アフリカ、インドを経て、出発の翌年である1990年3月末にネパール入りしています。彼女は旅に出てからも週に一度は家族に現在地や今後の予定を知らせる手紙、写真などを送ってきていました。しかし1990年4月3日にカトマンズから手紙を出したのを最後に家族との連絡を絶っています。最後の手紙の内容は、4週間くらいの予定でヒマラヤアンナプルナ方面へ山歩きに行くというものでした。これを受けて家族は現地まで足を運び、自ら娘の捜索に当たっています。家族が必死の捜索を行った結果、ヒマラヤアンナプルナ登山口の町ポカラにあるホテルに彼女の所有していた衣類などの入ったリュックサックが残されたままになっていることが判明。家族はすぐさま大使館と連絡を取り合っています。しかしネパールの日本大使館は、何らかの事件に巻き込まれたのか事故なのか断定できる材料はないと言い、現地警察に足取り捜査を依頼。カトマンズの警察本部とポカラ警察署が捜査を進めましたが、その後も発見には至っていません。もちろんご家族の諦めがつくことはありませんでしたが、そのままネパールに滞在するわけにもいかず、しばらくして日本に帰国しています。そして行方不明から4ヶ月ほど経った1990年8月中旬、衝撃の出来事が起きました。なんと小夜子さんの自宅に彼女本人と思われる人物から電話がかかってきたのです。最初にその電話を取ったのは彼女の妹でしたが、すぐに母親に代わっています。電話越しの小夜子さんは、あ、苦しい、悔しいなどと泣きながら訴え、それを聞いた母親が、どうしたの、どこにいるのなどと問いかけましたが、ただ泣きじゃくるばかりで、しばらくして電話は切れてしまいました。それ以降再び電話がかかってくることはなく、今も彼女は行方不明のままです。失踪後不可解な電話がかかってきた事件に、原町市女性失踪事件。1994年2月19日、福島県原町市内にある歯科医院で、歯科助手兼事務員をしていた当時21歳の増山ひとみさんが勤務先からの帰宅途中に行方不明となりました。増山さんはこの日、午前中に仕事を終え、午後1時10分頃に車で歯科医院を出た後、行方がわからなくなっています。彼女はその日の3週間後に結婚を控えていたため、この日が最後の出勤日で、職場の同僚たちからお祝いの花束ももらっていました。しかし、その日彼女が帰宅することはなく、翌日20日、同市内にあるコンビニエンスストア裏の空き地に増山さんが乗っていた車が放置されているのを発見されます。この場所は職場のすぐ近くで、距離にして約500メートルほどしか離れていません。車には鍵がかかっており、車内には増山さんの財布やジャケット、バッグなどの所持品と、同僚にもらった花束が残されており、バッグの中には結婚指輪も入っていました。そうした事実をもとに考えると、この失踪が不自然だということは明白ですが、実は増山さんが失踪する前から不可解な出来事は始まっていました。その不可解な出来事も一つや二つではなく、この出来事への疑念はさらに深まることとなります。まず始まりとなった最初の不審な出来事として、複数回にわたってかかってきた自宅への無言電話が挙げられます。それは増山さんが婚約した頃から始まり、毎晩のようにかかってきていたそうです。これだけなら、ただの迷惑電話だとも考えられますが、おかしなことに、この無言電話は増山さんが失踪したのと同時にかかってこなくなったといいます。また、その他にも車に傷をつけられたり、誹謗中傷する言葉の落書きをされるなどの被害にも遭っていたことが分かっています。さらには失踪当日、
彼女の職場に若い女性から、増山ひとみさんという方はいますかという電話がかかってきており、近くで作業をしていた職員によると、増山さんはこの女性と時計を見ながら話していたそうです。また、電話の内容にも聞き耳を立てていたそうで、増山さんの受け答えを聞く限り、彼女は電話の相手と待ち合わせをしていたように見えたといいます。後の調べで、この電話の相手は増山さんの婚約者である男性の元愛人だと分かっており、この日が初めての電話ではなかったようです。その証拠に、失踪後に発見された増山さんの手帳には、1月25日にも婚約者の元愛人から電話がかかってきていたことを記すメモが残されていました。この時点で、愛人女性に対する疑念が生まれるのは当然ですが、実は婚約者の男性自身も不審な行動をとっていたことが判明しています。前に話した通り、増山さんは失踪前に婚約者と結納を済ませていました。そんな結婚直前の婚約女性が姿を消したら、相手の男性も相当なショックを受けているはずですし、真っ先に探そうとするのが自然です。しかし当時を知る人物によると、婚約者は増山さんを探そうとする素振りを一切見せなかったそうです。また、婚約者は失踪について、彼女は自分の意思で失踪したのだと思う。彼女を探す理由はないなどと発言しており、まるで彼女に対して何の気持ちもないかのような口ぶりです。さらに、その後婚約者は以前に増山さんとトラブルがあったとされる元愛人とよりを戻し、約半年後に結婚しています。そうして元婚約者の男性は増山さんのことなど忘れたかのような生活を送っていましたが、彼女の家族はその後も娘を探し続けました。しかし、結局その足取りをつかむことはできずに失踪から1年ほどの時が過ぎた1995年1月4日、増山さんの実家に彼女本人を名乗る女性から不審な電話がかかってきました。この電話に出たのは増山さんの妹だったのですが、不審な電話があったら録音するように言われていたため、電話の内容はすべて録音されています。これが実際の音声です。はい、増山です。もしもし。はい。お姉ちゃんだよ。はい。お姉ちゃん。誰ですか？お姉ちゃんだよ。どちら様ですか？ひとみです。は？警察がこの電話について調査したところ、同一局内の公衆電話からかけられていたことが発覚しました。この電話の相手は増山さん本人を名乗っていましたが、直接話をした妹も、録音を聞いた両親も、これは増山さんの声ではないと断言しています。この電話は事件から約1年後、つまり増山さんが22歳になる年にかけられたものです。しかし、電話の相手は明らかに中年女性とわかる声。この声の特徴から、電話の相手は当時50歳以上の女性とみられ、地元である福島県の訛りがある喋り方だったそうです。このことから地元の人間がかけたとみられていますが、誰が何のためにかけたのかは現在でも分かっていません。そのため、ただのいたずら電話だったのではないかという声もありますが、結婚が決まってからの数々の嫌がらせや無言電話、また事件から1年もの時間が経過していたことなどを考えると、単なるいたずら電話だとは思えません。しかし、その後電話がかかってくることはなく、増山さんの行方も未だに不明のままです。失踪後不可解な電話がかかってきた事件3、石崎陽子さん失踪事件。1990年12月31日、茨城県佐島郡三和町に住む石崎陽子さんが行方不明になりました。当時彼女は友人宅で遊んでおり、その帰り道、自宅に向かう間に行方がわからなくなりました。友人宅に出かける際、祖母が、大晦日だから早く帰ってくるんだよと呼びかけたそうで、彼女はその言葉に、はいと答えたといいます。しかし、何時になっても彼女が家に帰らないため、心配した家族が警察に通報。その後、友人宅から自宅までの道路の途中で、陽子さんの自転車が発見されました。自転車は自宅ではなく友人宅の方を向いて置かれており、前かごには陽子さんのカバンが入ったままだということで、何者かに連れ去られた可能性も含めて捜査が開始されます。そして彼女が失踪した翌日の1991年1月1日、自宅の電話に陽子さん本人と思われる女性から電話がありました。そこで陽子さんが話した内容は、周りに大勢の人がいて帰れないというものだったそうですが、それ以外に何か話すことはなく電話は切られてしまいます。果たして、この電話が意味することは何なのか。彼女が話した、周りにいる大勢の人というのが彼女を連れ去った集団なのか。
もしかしたら、直接的な表現で話せない状況にあり、濁した表現で電話をかけたのかもしれません。しかし、その後再び電話がかかってくることはなく、現在に至るまで彼女は行方不明のままです。いかがでしたでしょうか。失踪後にかかってくる謎の電話。それは誰が、何の目的でかけたものなのでしょうか。単なるいたずらか、事件に関わった第三者による工作活動か、はたまた本人からの SOS か、その真相はわからないままです。それではご視聴ありがとうございました。